僕の名前は磯野伊織。休日は一日中寝ていることが大好きな引きこもり陰キャだ。その日も一日予定がなく寝て過ごしていたのだが。起きなさいよ。エヴァ、人を起こすのに馬乗りになる必要はないだろう。なんで休日のこの時間まで寝てんのよ。ありえない。こんなのがお兄ちゃんだなんて恥ずかしい。休日にいつまで寝ようが僕の勝手だろ。もう夕ご飯の時間だよ。お父さんご飯できたから早く来いって。とっとと来てって。もうあんたたちうるさいわね。はあ、うるさいのはそのケバいあんたの顔でしょ。何よ、化粧もまともにしたことがないガキンチョが。若くて肌がピチピチなのでする必要がないの。おばさんは大変ね。厚化粧しなくちゃいけなくて。はあ、ま、肌はピチピチでも胸がツルペタじゃあね。ウキー。ちょっと二人とも落ち着いて。あんたは黙ってて。僕の悩みはこの二人、大学生のイブ姉さんと僕の一個下の妹のエヴァだ。と言っても僕と二人に血のつながりはない。僕が小学生の時に父さんが再婚したのだが、その再婚相手香織さんの連れ子がこの二人だった。二人とも僕とは違い、成績も優秀で超絶美人。イブさんは在籍する大学でミスコンに輝いたこともある美女。僕と同じ小岩高校に通うエヴァも可愛らしいルックスで学校中の男どもも熱狂する美少女だ。陰キャの僕とはスペックそのものが違うのだ。ほら、さっさとこっち来る。眠いよ。もう、これだから陰キャは嫌なのよ。こんなのが弟とかマジ最悪。一緒に住み始めた当初は二人とも僕に優しかったのに、ある時から急に冷たくなり、今となってはこの扱い。まあ、陰キャでアニメ好きだから仕方ないか。惜しかったな、三人とも。飯が冷めるぞ。この人が僕の父親の安尾。実は、再婚した義理のお母さん、つまり、イブさんとエヴァのお母さんは、僕が中学に上がってすぐくらいで、病気で亡くなってしまった。それ以来、僕を含めた子供三人を男で一つ手で育ててくれている。見た目は怖いが、決して矢のつく人ではない。よし、腹いっぱいになったか？食事が終わったら風呂入れ。さて、エヴァ。わかってるよ。今日は何？将棋？チェス？オセロ？なんでもいいわよ。決着つけてやるわ。今日こそ私がイオリお兄ちゃんとお風呂に入るんだから。いいえ、イオリと入るのは私よ。はん、あんまり調子に乗らないでよね。私より豊島のくせに。大学生は豊島じゃないわ。魅力満タンの大人なのよ。毎度毎度何なんだよ。そう、我が家には変わったルールがある。それは二人一組になってお風呂に入るというもの。主婦である父さん曰くガス代節約のためなんだとか。しかし、いつも僕のことをバカにしてる二人だが、なぜかこの時だけは僕と一緒にお風呂に入ろうとするのだ。なんでいつも僕と一緒に入りたがるの？女同士で入ればいいじゃん。いやよ、誰がこんなツルペテなお子ちゃまとなんて。それだったら本当は嫌だけど、イオリと入る方がマシよ。私だって本当はお兄ちゃんとなんて一緒に入るの嫌だけど、こんなフルスタイと入るくらいならまだお兄ちゃんの方がマシってだけ。誰がホルスタインですって。こっちこそ誰がツルペタよ。なんで二人ともこんなに仲が悪いんだよ。昔は仲良かったのに。しかし。さて、片付けも終わったし、わしも風呂に入るか。おい、より一緒に入るぞ。え？ほら、さっさと行くぞ。ああ、うん。そんな、今日は私が一緒に入るはずだったのに。何がそんなに悔しいの？だいたいいつもこの繰り返し。しかし、次の週の日曜日、父さんが地区の集まりで出かけており、エヴァとイブさんも家にいなかったので、俺は久しぶりに一人でお風呂を満喫していた。はぁ、あ、
たまに一人でのんびり入るお風呂は最高だな。うわっ、エヴァ！お兄ちゃん、お父さんがいないからって一人で入るなんてルール違反だよ。いやいや、仕方ないだろ、誰もいなかったんだから。今日はお父さんもお姉ちゃんもいないから二人でゆっくりお風呂入れるね。え、いや、俺もうそろそろ出ようかと思ってたんだけど。ダメ、もうちょっと一緒にいて、お願い。エヴァ、あんた何抜け駆けしてるのよ。お姉ちゃん、イブさん、ほんと油断もへったくれもないわね。イオリは本当は私と一緒に入りたいはずなの。今日は私が背中流してあげるからね。いや、もう体洗ったんで大丈夫です。あら、そう。じゃあ私も一緒に湯船に浸かろっかな。浴槽が小さいから一緒に入ったりしたら密着がやばいって。ねえねえ、私の存在忘れてない？あら、ごめんね。そのツルペタな胸と一緒で存在感も薄いからあんたがいることすっかり忘れていたわ。チッ、ほんと邪魔なおばさん。はぁ、あ、おばさんですって？女子大生って何か言ったらわかんの？なめんじゃないわよガキが。私からしたら十分おばさんなのよ。あと私高校生だからガキじゃないし。ちょっと二人とも落ち着いて。とここで興奮したイブさんにハプニング発生。うわー、イブさん、タオルタオル。え、うわー、ダメだ、刺激が強すぎる。僕はその場で気を失ってしまった。イオリお兄ちゃんはイブお姉ちゃんみたいなホルスタイン好きじゃないんだから。イオリはナイスバディが好きだから気を失ったのよ。ツルペタなんてお呼びじゃないわ。うん、ここはどこだ。え、何？何か言い争ってるような。はっきり言うわ、イオリの部屋にあった DVD はみんなナイスバディの女優のものばっかりだったわ。つまり私みたいなナイスバディが好みだし、それに私の方が絶対イオリのことが好き。お兄ちゃんが魔法少女のアニメ好きなの知らないの？お兄ちゃんは私みたいな美少女の方が絶対好き。そしてエヴァお姉ちゃんの100倍私はイオリお兄ちゃんのことが大好きなんだから。え、好き？え、イオリ、起きてたの？まさか、今の聞こえてたの？うん、途中からだけど。っていうか二人とも、なんで俺が部屋に隠してる DVD や魔法少女のアニメのこと知ってるんだよ。あのさ、一体どういうこと？いや、何も言ってないわよ。聞き間違いじゃない？そうそう。お兄ちゃんのことが好きだなんて一言も言ってないよ。いや、言ってんじゃん。はっきりと聞こえたよ。お願いだから二人とも正直に話して。最初ははぐらかそうとした二人だったが、僕が問い詰めるととうとう観念し静かに語ってくれた。つまり二人とも俺のことが好きってこと？うん、まあそういうことになるわね。そんな、僕たち義理とはいえ兄弟だよ。そんなの分かってる。僕みたいな陰キャのことどうして？二人ともいつも僕のこと毛嫌いしてたじゃん。それに二人ならもっとかっこいい男と付き合えるだろう。僕みたいななんて言わないで。イオリお兄ちゃんはすっごくいい男だよ。うん、イオリみたいに優しくてかっこいい人探したってそうそういないんだから。私たちのお母さんが亡くなった時、実のお父さんもお母さんもいなくなって、私たちこれからどうしようって泣いてた時に、お兄ちゃんが私たちに言ってくれたこと覚えてる？泣かないで、僕と父さんは何があっても二人の味方だから、ずっとそばにいるから。あの時のお兄ちゃんかっこよかった。それからも毎日私たちを励まそうといろいろと考えてくれて、それがすっごい嬉しかった。それから私、あんたのことを男として意識するようになっちゃったの。ただただ
どうやら近くにすっごく邪魔なライバルがいたのよ。それはこっちのセリフ。エヴァもイオリのこと好きになりかけてるって気づいたの。だから心を鬼にしてできるだけイオリのことをバカにすることにしたの。そうすればエヴァがイオリのことを好きじゃなくなるんじゃないかって。私も同じ作戦だった。いや、そのせいで散々二人から罵られてたのかよ。でももうお姉ちゃんにもお兄ちゃんのこと好きってバレちゃったし、回りくどいことはやめる。ねえ、イオリは結局どっちが好きなの？僕は僕は二人とも大好きだ。そんなの選べるわけないだろう。イブさんは一見派手そうに見えるけど、将来看護師さんになって病気の人を支えてあげたいって言ってるの知ってる。すごく尊敬してるし大好きだよ。エヴァは動物が大好きで、将来獣医さんになって処分される多くの犬や猫たちのための活動がしたいって勉強頑張ってるの知ってるよ。そんな心優しいところが大好きなんだ。イオリ、知っててくれたんだ。嬉しい。二人とも僕にとって大切な人だし、女性としてもすごく魅力的で大好きだよ。だけど二人が僕のせいでいがみ合ってるのなんて嫌なんだ。昔は二人ともすごく仲良かったじゃないか。僕は仲良しの二人が好きなんだ。だから僕のせいで仲が悪くなるなら、僕はもうこの家から出ていく。冗談じゃないから本気だよ。イオリ、イオリお兄ちゃん、ごめん。私たちイオリお兄ちゃんの気持ちも考えないで。これからは私たち二人仲良くするね。イブ姉さん、エヴァ、ありがとう。こうして僕の気持ちを二人に伝えて、めでたしめでたしとなると思ったのだが、これを抜けばあんたはおしまいよ。イオリとのお風呂は絶対に渡さないんだから。キー、倒れろ倒れろ。おばさんが調子に乗らないよ。はあ、おばさん、なめんなよ、ツルペタのガキが。何よ、無駄に胸に脂肪がついたアホ女。ふぅ、ふぅ、倒れろ倒れろ。ちょっとやめなさいよ。息吹きかけて倒すなんてせこいわよ。うるさい、さっさとブロック取りなさいよ。二人は一見前のように仲のいい姉妹に戻ったかのように見えたのだが、僕と一緒に入るお風呂をかけて勝負する日常は変わりなかった。二人とも仲直りしたんじゃなかったのかよ。イオリとのお風呂だけは別なの。ここだけはいくらお姉ちゃんでも絶対譲れないんだから。相変わらず仲がいい姉妹だな。僕の苦悩はまだまだ続きそうである。とほほー。